皆さんおはようございます。ガムニュースのお時間でーす。さあ、僕25歳になって一発目のガムニュースです。なんなら今日なりました。撮ってる日8月4日誕生日です。皆さんたくさんお祝いありがとうございます。25歳も頑張っていきますんで応援よろしくお願いします。さあ、ということで今週のガム情報なんですが、ガム情報ってねー、むちゃくちゃ多いです。まずはなんといっても皆さん、明日ですよ、6月11日、僕らアルガムのリリースフラゲイベント。しかも入場無料です。遊びに来てください。マジで、ファンデートウェイさんです。 OK ですか、おなじみの。そしてその次の日、6月12日、はい、この日なんといっても僕らのアルバムついにリリースです。僕ら、タヤ恵比寿橋店さんのところで一日店長、させていただきます。僕らから直に皆さんの手元に CD を頂戴させていただきますんで、1枚でも多く、1人でも多くの方に手渡しさせてください。よろしくお願いします。そして、14日がですね、ナンバタワレコ店さんにての僕らインストアライブ。そして15日その次の日が、アベノフープさんタワレコ店ですねの1階のイベントスペースです。で、その次の日、バズボーイズですよ。皆さん、サンホールバズボーイズ、もうメンツがえぐい。本でメンツがえぐいんですよ。楽しみにしておいてください。ということで、もうね、6月入ってからめちゃめちゃいろんなところでやらせていただいてる、本当にありがとうございます。4月27日もうちょっとなんで、毎日毎日日々精進して僕らも頑張っていきますので、皆さんにちょっとでもエールを送っていけるように僕らも頑張っていきます。ということで、今年1年もまたよろしくお願いします。25歳の高谷も可愛がってやってください。さあ、ということで、以上ガムニュースのお時間でした。バイバイ。